ロイ・ジェームスは日本のタレント、俳優、コメンテーターである。出生名は、反乱左派。1971年に日本国籍を取得し、六条、夕道に改名。1975年に結婚し、湯浅生となる。1929年3月9日、東京市下役に生まれる。出自は、ロシア革命後に、 ロシアから日本へと亡命してきた、いわゆるカザンタタール人である。父親のアイナン・ムハンマド・サファは、ウラル山脈の西にある都市ペルミ出身で、戦後、東京海峡寺院の同ーマアームを務めた経験も、ある人物。旧姓した薬立竹町小学校、旧姓育文館工業学校を経て1954年、明治大学小学部小学科を卒業した。では、 野球部に在籍したが、秋山登る、同圧氏が入学してきたためレギュラーを諦めた。戦後、柔らんにボクサーとしてストレートロイのリングネームで出場していたこともある。大学在学中の1953年にタレントの E.H. エリックの紹介で日劇ミュージックホールの舞台で芸能界入り、エリックと共に日本の外国人タレントの草分けとなった。 その後は、1955年に、ナルセ・ミキオ監督の浮雲に、米兵役で出演したのを皮切りに、映画俳優や放送タレントとして、活躍、実際にロシア語を話せなかったので、ベラン名調の達者な日本語を軽妙にこなし、数々のテレビやラジオなどで歯に衣着せぬガラクチトークを展開した。また、CM でも大いに活躍した。1971年に、 日本国籍を取得して6条、誘導を戸籍名とし、1975年、湯浅敦子との結婚に伴い、湯浅と改正する。敦子は、三島幸夫の親しい友人として、有名だった女性で、三島の著書、京子の家のモデル。1982年の春頃、体調不良を理由に、芸能活動を休業、病気治療に専念する。しかし、咽頭がん及び、 肺炎の併発により、同年末の12月29日に53歳で死去した。墓所は、玉霊園の外国人墓地の一角のムスリム墓地にある。かつては、名前と没年月日が印刷された木の墓碑が立っていたが、現在は黒い墓石となっている。ロイの映画デビュー作、浮き雲。ありがとうございます。